はい、それでは、本日はですね、スペシャルゲストの方が来てもらって、で今フットバックの世界チャンピオンの、石田太一さんと、スポーツビットの方で、ちょっと自宅でできる小学生向けのこう自主練習みたいな、やっぱりなかなか公園でボール蹴れないとか、まあ、かといって家でサッカーボールバーンって蹴ると、うん、家壊れちゃうんで、そういう部分でこうフットバック使って、狭い場所でもできるようなトレーニングをっていう部分で、で今回はスペシャルゲストの方に来てもらって、トレーニングを体験してもらって、いろいろ感じたことをいただけたらなと思いまして、じゃあこちらから枝 D で有名な内田さんです。よろしくお願いします。今、ゴッツフットボールスクール、はい、身体操作からこう改善するっていうゴッツフットボールスクールっていうのをやっています。あと全国枝 D で回っております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でそのお隣に、いる方が同じくゴッツフットボールスクールで、そうです、やられて、あとフーガドレスミ、あ、はいはい、はい、すごい、すごいですね、いろいろやってるんで、はい、まあフィジカルコーチの観点で、まあ、身体動作にどう生きるかとか、はい、その辺いただければと思って、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、その辺が あともおぎくぼさんですか誰もわからないです元フーガドール隅田で日本一取ってますもんね、はい、そうです、すごい監督なんで、ね、おぎくぼさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はこの豪華メンバーでやっていけたらと思うんで、お願いします。よろしくお願いします。はい、え、なんであんな2回転とかできるんですか。この1回はこの一瞬で離すんですけど、はい、でこの膝下がこう回るような、そう、浮いてる感じですね。なのでここが最初やっぱりスムーズに円を描くっていうのが難しかったりするので、はい、まあこれを慣らしていくっていうこと。あ、すごい、あもっとフーガドールで、あとはまあリフティングですね。こうやってリフティングをして5分ごとにリフティングボールとフットバックを交互に変えたりして入れ替える、こういうのはもうまっ、はい、でも足の形でこれを同じ動き、そうですね、同じよね、足の形が、うお、はい、それで片っぽがサッカーボールになることは難しい。そうですね、ちょっと練習しないとですね、これは。もう、すげえ。一番の大技はどんなんだっけ。世界では類を見ない大技。はい、頭くぐってるんですけど。うわ、うわ、いたのが。フェニックスっていう技なんです。まず。あ、そうです、すごい。え、でも、いやいや、形になってますか。優しい。やっぱ生なんでないわ、ね、足上げて、ボール高く上げて、はい、足抜くとこだけ見たいんですけど、あ、そうですね、これがどうなるか見てみたいな、いろんなもう抜きながら上げて、こうなんだ、上がった上がった上がった、すげえ、こう上げちゃいけないんだ、あ、そうです、もうわー、なるほど、普通にリフティングぐらいは、あとはどちらかというと止める方が楽で、この両方とか、こういうのをやるか、この5号球フェニックスいけますか。いや、うまいよ、柔らかい、すごい、すごい、すごい、できそうな、ある、ある、ある、やっぱこれフェニックスすごい、石田さん、石田さん、こういうのはそれ、それもフェニックスで、リフティングじゃ、フットバックどちらかというとその試合中のトラップの技術としていいんじゃないかっていうので、集中力は、フットバック検定っていうのがあって、オギックス1回止めたらこれで3球です。もう3球、余裕で3球だと思います。あ、もう3球です。で、2球が、2球が2回。この後もう1回同じ足で。これ2球です。あ、余裕ですね、やっぱり。はい、回した。で、右から左が1球。はい。これ何球ですか？わー、いや、もう段です。段です、もうそれは。レッグオーバーっていう技なんですけど、レッグオーバー、はい、この軸足も大事で、軸足でジャンプして止める、はい、オーバー止めれないんだけど、あ、蹴っちゃうね最後同じ矢印じゃないと、そうですね、そこへシュッと最後にトラップをするっていうのが、はい、レッグオーバー、あ、で高さは膝ぐらいなんですけど、いや、ちょっといい、最初に初日にこれやるのはすごい、あ、レッグを止めたい、いきなり回すっていう、やっぱり足元が上手い人ね、早いですね、こ
あいやちょっとね、本当に世界目指せますよ、フェニックス。一日目でここまで行くだけすごいですけど、世界狙いましょう、世界フェニックスやった。おおで、おおこれはすごい、5段ぐらい、いや5段ぐらいですね。でもう一つはそのアラウンドザワールドっていう同じ足で回す、はい、面白いわ。いやなんかやっぱこう身体操作でスクールやってる側としては、はい、すごくなんかサッカーのリフティングとかよりも、うん、体をなんか動かしてる、重心、ね、ああなるほど、ボールじゃない、関節を固定するのがいいですね。膝怪我してる選手はね、膝の動きを出しすぎちゃう。これなんかたまにこのおじいちゃんみたいにこうなるやつらしい。こういうのをね、恥ずかしくないよっていうのを子供に伝えたいよね。でもサッカーのトレーニングみたいにボール2人1組でウォーミングアップとかでインサイドやったりとかあると思うんですけど、あれをこれでやるとか、はいはい、おはい、むずいっていうのを集中力が上がりそうだ、本当に、はい、あで、うまいですね。足を埋めない、あ、うまい、うまい、足を埋めない、いや、いいね、ナイス、はい、どこでスクールやってる、どこでスクールやってる、スクールでまだ始まらない、うまい、はい、はい、2人1組でもリフティング、あの、もうこの人数でもいいんですけど、セパタクロー感があるんだ、こうじゃない、ほら、はいはいはい、掴んだ掴んだ、あ、こうね、あ、セパタクローの、はい、おほら、セパタクロ、あ、めちゃくちゃ、なるほど、下から、はい、下からの、はい、すいません、そうだ、面だね、まあ、こういったね、輪になってやるとか楽しい、っていうのはすごくいいかなと思います。子供になれる10回ぐらいリフティングをそれで、ね、はい、はい、あ、いいです、いいです、合計でも大丈夫です、はい、やってもいける、決まりじゃん、すごい、結構これに入れ替えます、このサッカーボールに急に、はい、なんかドラゴンボールのさ、感覚が変になるっていうのを、ナメック編のボルムが出す時のサイズで、あー、で、これを交互に練習したりするんですけど、まあ、それでちょっと足の指先のその感覚を養おうっていう、あ、で、慣れてきてますね、レオチャンネルです、レオチャンネル登録、登録、あ、で、回して頭でくっ、あ、2球です、今ので、これで2球、できるの、これ、あ、そうです、そういうトラップとかの練習にもいい、これはいけそうだ、はい、おい、手元気持ちいい、で、それとサッカーボール入れ替えたりとかします、サッカーボールなんか止まるでしょ、これうわぁ止まった時気持ちいい、もっと、はい、でも、ヘンヤとか意外とすごい、あ、背中余裕ですね、の先に取っちゃったら抜くみたいな、おー、足裏ソウルストール上げて、この写真も、あー、アウト、ヘンヤさん、厳しいね、あ、そうなんですか、うまいですね、慣れてきた、あ、そうです、リフティングしたりとか、このでも、ぽよぽよの方が、そうだね、技できる、フードプロセッサー、うわ、見たい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 、ちょっとやってみよう、ちょっとプロセッサーだ、それは、おぉ、忙しい、フードプロセッサー、レベルで言うと1で、これが2で、3で、これも2なんですよ、レベルはで、1回またぐと3、これむずい、いやもう、ほら頭すましたアドム石だ、アドム石だ、忙しい、ジタバタしてる、ね、お疲れ様でし た, いやした、ありがとうございました、ちょっと、フットバックの方を、トレーニングの方、体験していただいて、はい、それぞれの観点で感想をいただけたらなと思うんですけど、はい、じゃあ内田さんから、普段、はい、あれですか、小学生とあと、まあ、小中高大、あ、はい、あとは社会人とか、はい、いろんなカテゴリー見てます、ちょっとその観点から見て、まあ、トレーニングしてこういうところはなんかこう育成年代生きるとか、いろいろご意見をいただけたらと、いや、まず、はい、やらせていただいてありがとうございます、あ、いえいえ、ありがとうございます、はい、とにかく楽しかったのと、はい、あとはよくあるこのリフティングのヘッドダウンするとかと違って、なんかこう体の軸でね、こう矢印操作してボールを上げるとか、
なんかこう跳ね返るものじゃないので自分の力で上げるとか、はい、それがすごくこう集中力も高まるし、すごく生きるんじゃないかなと思いました。はい、あの3段ぐらいまで行けたってね。そうですね、あのグッドバック検定の3段ぐらいまで行ってました。で、ましたんで次はあのフェニックスと、そうですね、ビッグアップルソースに挑戦したらと。もうグッドバックの頂点ですよね。ビッグアップルソースっていう技があるんですけど、ビッグアップル打ち打目指して行きたいと思います。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。体の専門家から見て意見いただけた。そうですね。まあ、やって楽しかったっていうのと、やっぱ関節を固定して使うっていうのがすごく、うん、リハビリとかにも効くかなっていうふうに思います。特に足首の固定、つま先下がっちゃうってできないので、はい、つま先上げながら固定してやるとかっていうのはやっぱ足首のリハビリとか、膝もある程度固定しながらやんなきゃいけないので、膝のリハビリにもいいし、もっと股関節稼働させなきゃいけない、はい、股関節のトレーニング。軸足の安定性のトレーニング、まあ、非常にあの使い勝手のいい、楽しみながらいいリハビリのできるツールなのかなと思いました。 ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後大木さんからちょっと、まあ、フットサルで、まあ、小学生からトップまでいろいろ見られてるんで、はい、フットサルの観点からどう生きるのかなっていうのをちょっといただければと。フットサルと同じでフットバックなんで、はい、フットっていうところでは本当に楽しかったです。はい、そうですよね。小学生、中学生とか、はい、もう幼少期からどんどんやった方がいいと思うし、まあ、大人でもリハビリっていう話もありましたけど、はい、バランス感覚とかっていうのもすごくいいと思うし、はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。最後、タチさんから、はい、フードプロセッサーですか。フードプロセッサーですか。フードプロセッサーで最後ちょっと締めてもらっていいですか。粉々にしてやりましょう。食材をこれレベル6のね、技があるんですけど、この静けさの中さ、フードプロセッサー、うわー、フードプロセッサー、フードプロセッサー、あのみんな興味津々になってくれたので、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はあのスペシャルゲストの方にお越しいただきました。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。